ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟のオトです。今日は2人で今年の振り返りをしていこうと思います。今年最後だしね。うん、今年もいろんなことがあったよね。うん、そうだね。どんなことが印象的？え、このチャンネルについて。このチャンネルについて、こんなに出るとは思わなかったよ確かに。いやでもやっぱ音とやってると楽しいよ、まあ、というわけでここから私たち2人が選んだ2018年心チャンネル名場面を紹介していきましょう。イエーイ。2人ともそれぞれ自分が思う名場面を事前に考えてきたので、それを発表していきたいと思います。うん、私が持ってきた動画はこちら、メンソレータムのリトルナースマーク。あー、自社製品。あー、覚えてる？だって自分の11月に投稿したやつね。もうこの時点でやばいもん。もう音のこの時点ではまだわからないけど、音のなんかナスビみたいじゃない？これなんで緑で描いたの？なんで緑のイメージがあるから。あー、そっか。なんか、緑だから幽霊感がすごい増して。え、めっちゃ幽霊に見えちゃった。いや、多分それは緑だからじゃないよ。あ、この絵だからだよやばい、これは。でもほら、もじゃもじゃの感じとかはいいでしょ。いや、私のやばくない？完成度高い。面白かったこれ。ちょっとまたやろう。これお絵かきやるの？リベンジしたいよ、だっていや、お絵かきはいいよ。まあしょうがないな。次、今度また今度。じゃあ次ね、うん、俺が選んだ動画はこちら。たまにですかね。僕は物に対するこだわりが強いので。あ、覚えてる？これ覚えてる覚えてる。頑張ったんだよこれ。そんな心配がなくなりました。デオデオ最高、デオ最高、デオ最高、デオ最高。なかなか見れないよね、こういう音。だから頑張ったでしょ。うん、まあでも私がじゃんけんに勝ったからなんですけどね。いや、姉ちゃんが無理言うから。いや、もうめっちゃ楽しかった。またやりたいな。なんかこの間やった私の持ってきた企画、音のテストに変わっちゃったけど、ほらやったでしょ、感覚。家庭的家庭的感覚テス ト, テスト。ほら、家庭的な感覚がないから言えないんだ。いやいや、3つ目に出したい、いや、みんなに見てほしい動画があるんです。え、今だから言いたい。もうてか、ずっと言いたかったんですよ、これ投稿した時から。ぜひ皆さんも見てください。ということでこちら、英語禁止ゲーム。え、これやったね。でしょ、姉ちゃんがダメだったやつでしょ。いや、まあダメだったんだよ。ダメだったんだけど、俺は後にやるかな。結構最後に焦っちゃうタイプ。タイプって言ってるじゃん。ねえ、言った？いや、これ音の負けだったじゃん。私引き分けだよ。あ、引き分けじゃなかったっけ？でも気づかなかったから姉ちゃんの負けでしょ。編集してる時も正直気づかなかったですよ。これ投稿した後のコメント欄に書いてあったんですよ。へえ。へえじゃないだって気づかなかったから俺の負けじゃないもん。ということで、さあ最後は私が6月10日にライブ配信した動画を皆さんに見てもらいたいと思います。うん、こちらです。で、まずは最初なので自己紹介したいと思います。懐かしい。あ、いや、本当に緊張したんですよこの時。家で見てたよ。本当？カウント、カウント見て。もう少し。ちょっと待って。5000人行った瞬間ね。ありがとう、ありがとう。いや、もうほんとこの時ね、ほんとうるっときたの。みんなありがとう。記念すべき瞬間だね、これは。そう、ほんとに嬉しかった。私の誕生日でもあるし、記念すべきロートの日でもあるし、みんながおめでとうって言ってくれるのがほんと嬉しかったんです。ありがとう、みんな。ということで4つ動画を見てきたけど、うん、あー、もう私最後の動画見てちょっと今なんかすごい感動というかさ。そうだね、あそこから始まったからね。あそこから始まったんだよ。今回流れてないのもいっぱいやったしね。うん、2人でやってて、うん、半年経ったんだよ。そっか、もう半年か。あっという間。随分慣れちゃったな。ねえ、来年こそは10万人の登録者数を目指したい。ロートのことを知ってほしい。俺もさ、うん、なんかもっとこの前みたいな俺が持ってきた企画とかやりたい。いいでしょ。お姉ちゃんにまず相談してね。突発的にやるのは抜き打ちだからいいんじゃん。いや、でもさ、ん、一発ギャグとかさせられて家庭的感覚テストとかさせられて、あったね、まあいろいろありましたよ。でも本当に
音とやる動画は楽しいから。いやー、こういう時にしか言えないからね。俺も楽しいよ。ほんと？これからもよろしくね。もっと言っていいんだよ。もう言わない。え、嘘でしょ。一回きりです。まあね、これからもよろしくということで、2018年は6月のライブ配信から始まって本当に充実した年でした、うん、応援してくださった皆様本当にありがとうございます。ありがとうございます。2019年も頑張りますので引き続き応援よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。